あれ？これって、にぎわい飲み歩きフェス2024の YouTube じゃない？見てみようかな。吉田商工会議所青年部の中野壮太さんにお話を聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今回のにぎわい飲み歩きフェス2024はどういった内容なんですか？はい、以前2017年までに4回開催されていたイベントで、今回7年ぶりに、開催することになったイベントとなります。7年ぶりで3店舗を巡ってもらうイベントとなります。各行った先々で、1杯ずつ飲み物を飲んでいただいて次の店へ移動するという形になります。それで、3店舗回った方は、出発会場と同じシャトー赤坂さんに戻ってもらって、抽選会を行うことができます。抽選会でどういうのが当たるんですか？はい、それがですね、なんと豪華景品が当たります。え、豪華景品？はい、そうなんです。大きいところで言いますと、ディズニーペアチケット。ディズニーランド、すっごい。そして能代を代表します菊水酒造さんの非売品高級日本酒、こちらも入っております。非売品だって。そうなんです。あー、飲みたい。はい、あとその他、女性に嬉しいネイルやエステのチケット、それとフィットネスバイク、カフェ詰め合わせセットとか、木工品を扱っております、モクトピアさんの商品など、いろいろ豪華いろいろ揃えております。皆さんこれは参加した方がいいんじゃないですか？お得ですよ。お得です。今日は能代商工会議所青年部の中野壮太さんにお話を聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。能代を盛り上げていきましょう。はい、会場でお待ちしてます。待ってるよ。面白そうなイベントだな。よし、チケット買いに行こう。